ベーラー医科大学はアメリカが州国テキサス州ヒューストン市のテキサス医療センターにキャンパスを構える私立医科大学である。主に医学部と生物医学系の大学院大学からなる。当該医科大学は世界最大の医療センターであるテキサス医療センターの中核に位置しており、テキサス大学 MD アンダーソンガンセンター、テキサス大学医学部など周辺の病院、 医学研究施設やライス大学等の多数と提携を結んでいる。ベーラー医科大学マクネアキャンパス同校の医学部は、米国内ランキングのトップクラスに常に位置しており、US ニュースワールドレポート誌による、医学部、医科大学のプライマリケアにおけるランキングで10位以内、研究におけるランキングで25位以内に入る、高評価を得ている。また、生物医学系大学院も、 米国25位以内、世界35位以内にランクインされている。特に遺伝学の領域ではランキング1位を獲得するなど評価が突出して高い。事実、米国最大の研究費支給を担うアメリカ国立衛生研究所からベーラー医科大学は当該領域で12年連続最多の助成金を獲得している。また、世界大学ランキング、 ワールドユニバーシティランキングスでは、教授陣や教職員の特典で満点を獲得しており、ハイレベルな基礎研究指導者や医療指導者が揃っていることが高く評価されている。なお、同じテキサス州内にはベイラー大学があるが、本校はベイラー大学から独立した別の大学である。両校は別の大学となったが、研究や組織において強固な関係を保っている。 例えば、ベーラー大学理事会は、ベーラー医科大学評議員の25%を選出している。1900年、ベーラー大学の医学系卒業生が、本校の前身となる、ユニバーシティ・オブ・ダラス・メディカル・デパートメントをテキサス州・ダラスに設立する。1903年、ベーラー大学医学部として、ベーラー大学へと編入される。1943年、 ヒューストンの MD アンダーソンガンセンターが上記の学部をテキサス医療センターへ誘致したことがきっかけとなり医療センター内に移転する。1969年ベーラー大学から独立し名称を現在のベーラー医科大学に改める。毎年約200人の医学生を受け入れており、その内訳は75%がテキサス州内の出身者である。 私立医科大学としては授業料が低いことも特徴の一つである。また、アメリカ合衆国内で50校のみが選定される、アメリカ国立衛生研究所からの学費及び生活費援助を受ける MD、PhD プログラムを有している大学であり、例年10人ほどの特別優秀な学生がこのプログラムに入る。当該医学部はテキサス州内で、 ランキングトップの大学とされており、米国内のプライマリケアでは常に全米トップ10位以内に入る高評価を得ている。研究レベルは非常に高く、生物医学の分野では米国にて総合25位以内、世界にて総合35位以内にランクインする。その中でも人ゲノム領域をはじめとする遺伝学の分野は結出しており、上述の通り、 世界ランキング1位に位置する。他の7つの専門分野においても全米国トップ20位以内に入り、多様な分野において高い質の研究の実施が評価されている。米国には日本のような学部としての医学部課程は存在せず、ベーラー医科大学には日本で大学院にあたるメディカルコース系と生物医学研究系の大学院からなる。 毎年100人ほどの学生を受け入れており、学生の出身国の割合としては、国内の学生が約70%、留学生が約30%、全体の男女比はほぼ同じである。当該大学は医療センターとして、世界最大の規模を誇るテキサス医療センターの中心に位置しており、多数の医療施設、研究施設と強固な提携を有していることから、 臨床への応用研究の活動も極めて盛んであり、それが迅速に行われていることで知られている。現在、以下8つプログラムを実施している。一ん、細胞生物学2科学、物理、構造生物学3発生生物学4、疾患モデル及び治療薬5遺伝学、ゲノミクス6神経科学7免疫学、微生物学8定量的。 計算バイオサイエンスベーラー医科大学の本校自体は1960年代に設立され、現在に至るまで増築を繰り返しており、キャンパスの規模は大学院大学にしては比較的大きい。同校舎内でも古いブロックと新しいブロックが混在しているような形になっている。また、本校舎とは別にテキサス医療センターの中心からやや離れたところには、 マクネアキャンパスと呼ばれる、主に臨床医の指導、臨床研究を目的とした校舎が存在する。本校は、テキサス医療センター内に位置するため、研究室やオフィスは、必ずしも校舎内にあるとは限らず、テキサス小児科病院、ジュンド、ダンダン管神経研究センター、テキサス大学 MD、アンダーソンなど、周辺の様々な医療機関に点在している。 当該医科大学は80万平方フィート以上のスペースを研究室に当てており当該スペースには通常の研究室のほかに医科のような多数の施設も設置しているベイラー医科大学はテキサスメディカルセンターを中心として多数の病院と提携している特に CHI ストリートルーク S ヘルスの一部であるベイラーストリートルーク S メディカルセンターを 共同所有している。最大の特色は、米国にとどまらず世界中の医師及び医学生のための臨床教育機関病院としての大きな役割を担っていることであり、当該病院は US ニュースワールドレポート誌において、心臓病と心臓手術、糖尿病と内分泌学、胃腸病学と消化器外科、呼吸器科で全米最高の病院として、 ランクインしていることに加えて40領域以上に細分化された専門分野において最先端治療技術を提供することで評価されている。患者ケア協力機関は以下である。ありがとうございます。